こんにちは。こんにちは。早速もう水野さんが。はい。東京といえば私です。はい、なことないですけど。いやいや。ありがとうございます。今日は、はい、鶴野武志君のコンサートに。はい。はい、ありがとうございます。ちょっと呼んでいただいて、はい、ちょっとあの都合上僕と畑くんだけで来てました。はい。いや、二人旅大変でしたよ。飛行機乗り慣れてないしね。人が多いし、はい、そうか。東京に来たら無口になる特徴。あの、はい、ここね、はい、あのフォーラムシートって、はい、東京国際フォーラム、はい、もうちょっと最近のコンサートの殿堂なので、はいはい、いつものあの釣りをしてわーわー言ってる鶴野くんではなく、今日はミュージシャン鶴野武志。なるほど。なるほど。すごいゲストも来てる。ちょっと。はい、すごいです。あ、まあね、ちょっとご飯もね、普通のコンサートじゃないですよ。こんな高いものはケータリングで、先にご飯からいただいて、ご飯ね、ちょっとご飯勝手に万引きしましょう。ちょっとね、皆さんにちょっとびっくりするようなビッグゲストが今日来てる。ちょっとこっそり覗いていい？覗きます。あ、やった、あ、そこ鶴野さんの楽屋なんですね。鶴野くんの楽屋だね。わあ、なんかモザイクかけまだな。エンドビッグです。びっくりした。ああ、ゴリラ、どうゴリラ、ライブにリガちゃんが来てるんですね。はいって聞こえた。リガちゃん、お疲れっす。リガちゃん、お疲れっす。お疲れっす。楽屋もろたですか。ちょっと、はい、あの解散という感じですけど。鶴野さんの学歴鶴野さんの楽屋より広いやん。鶴野さんの楽屋見たんすか。見た。え、もう見たい。え、今日、エガちゃん、歌を歌うの、はい、楽器を運びに来た。歌も歌うかもしれないから、あの、ちょっとギターを持ってきました。エガちゃん、いや、頑張ってね、エガちゃん。皆さんのおかげですね、ありがとうございます。いやいや、最近いろんなライブに引っ張りだこですからね。いやいやいや、もう本当です、嬉しいですね。なんかもうビッグスターになってどんどんどん遠い存在になっちゃうんで。なんでそんなこと言うんすか。いや、ありがたいですね。うわ、わざわざありがとうございます。リハどうした。リハをちょっと、はい、一応ちょっと見たことを鳴らしました、ね、雰囲気どうですか。いや、すごかったっすね。フォーラムシーン、ここでやってたんですか。はい、ちょっとやばかったっすよ。緊張する、やっぱりガチャ。いや、なんか緊張はもちろんしてちょっと気持ちよかったっすね。気持ちよかった。あ、おお、何曲、何1曲歌う。そうですね、受け合わせてもらうとしたら1曲。そこは10曲って言ったら怒るでしょ。そうですね。何しに来たんだろう。ガチャのライブになっちゃ う。じゃあ僕ら、あのちょっと、はい、会場の客席から、はい、エガちゃんが出るとこを見守ってますね。見守ってますよ、エガちゃん。そうですね。ちょっと、あ、実は僕も多分客席に倒れるんですよ。あ、そうなんですか。いや、でもなんかね、こんなところに呼んでいただいて本当ありがたいです。ありがたいですね。はい、感謝です。頑張って、はい、頑張ってください。頑張って、頑張ります。はい、どうぞどうぞ、連れてきました。お疲れ様です。お疲れ様です。ちょっと、大丈夫ですか。プラミディを回してます。わざわざごめんなさいね。いや、そうだから、本当お呼びいただきありがとうございます。いやいやいや、ごめんね、イカちゃん。いやいやいや、本当にぶつけ本番みたいになっちゃった。全然全然、もう本当もう最高っす。いやいや、ありがとうございます。ちょっとどうぞ。本当にどうも。あー、山がつがりし、これをするために俺は今日待ってたんですよ。なんでさ、いや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 、下がって。頑張って。めちゃくちゃ仕返ししたいわけで、今もしもがあったらね。あーってなったら、本当だよ。あと30分後ステージ。ちょっと危ないかもしれない。ねえ、やるけどね、俺は。やる。隙見たらやるから。いやいや、絶対やらせないよ。ビハインド取らせないから。いや、まあ、ホームまで。はい、すいません、お邪魔しました。すいません、楽しみにしてます。釣りじゃないですけど、いや、歌ですけど、はい、まあ、でもこういうつながりでね、はい、釣りのつながりでこういった音楽のつながりもありますんで、ありがとうございます。すいません、お邪魔しました。見てます。はい、ありがとうございます。すいません、ありがとうございます。お邪魔しました。皆さんご機嫌いかがでしょうか。締めていいのかな。陽気なしましまがおったんだ。しまうまそしてね、
僕釣りが好きなんです。それで YouTube の釣り岡でしょっていうね、あの人気 YouTuber がいて、でその子たちと僕は佐賀で一緒に釣りをしたんです。でそこに江頭くんというですね、江頭優也くんという素晴らしいミュージシャンがいらっしゃって、この間藤井さんが遊びに来たんですよ。で2人でギター持ってスタジオ入って、じゃあ曲作ろうって言って2人で曲作ったんです。それでちょっとそれまだどこでも披露してないんで、今日僕のつながりで辻岡のメンバーが来てくれてて、それでちょっと皆さんにも紹介がてな、かなり素晴らしいボーカリストがいるんで紹介したいと思います。改めまして江頭優也。ちょっとまあ、そういうちょっと記念すべきというか、はい、自分ならではの一つの区切り の、はい、あの時なので、はい、今日はいろんなつながりで出会った人たちと一緒にコラボレーションしたいなと思ったんだけど、はい、今日お客さんで江頭が来るっていうので、はい、全然練習してないんだけど、はい、あの歌二人でここに歌わないいいんですか。いやちょっとすごいな。インスタグラムで、はい、2人で上げて、どこにも、ね、どこにも披露してなかったんだよね。はい、それでちょっとぶっつけ本番だけど、そうですね、以外です完全にぶっつけ以外です。本番なんですけど、せっかくなんでちょっとやってみたいと思います、はい、さっき急遽決まりました。改めまして江頭優也と僕で作りました友歌です。聴いてください。聴いてください。Yeah.
ちょっといやいやいや、バチラパート行けないんだけど、すいませんでした。楽しみました。ちょっと改めてちゃんとパート分けして歌わせてください。これは釣岡キャンプだな。かっこよかったです。間違いないですね。間違いないですね。あのメンバーの皆さんにもよろしくお伝えください。ありがとうございました。皆さんすいません。ありがとうございました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 。釣岡でしょー。ちょっとです。かわいいな。というわけで。というわけで。はい。鶴野さんのライブ、エガちゃんも、はい、めちゃくちゃかっこよかったです。かっこよかったですよ。で鶴野さんのライブなんかすごいパワーもらえますね。なんかね、うん、すごい楽しかった。もう最初から最後まであったかさがすごかった。なんか一体感がね、なんか幸せそうやった、ね、楽しい時間。25周年ね、10周年ですね。10周年、おめでとうございます。おめでとうございます。これを、はい、待ちました。グタグタ。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、応援に来てくれてありがとうございました。はい、ナイス。ご視聴ありがとうございます。メインのチャンネルはこちら、料理のチャンネルはこちら。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。インスタグラム、ツイッターのフォローもよろしくお願いします。じゃあね。